じゃあ、はい、発言には気をつけて。でもこれ、すいません、発言には気をつけてください。とはいえ、これは原則、ノーカットでやりますので、よろしくお願いします。いや、だから、だから、本当に喋りたくない。一言も喋りたくない。じゃあさ、俺たちの質問を聞いてて、うなずくだけでいいよ。うん。いや、本当にそうしますよ。うなずいて、つぶやいて、ね、つぶやき得意なんだから、つぶやいてくれるだけでいいですから。それでいいですか。はい。はい。今、うなずいたよね。はい、じゃあ、行きます。ロクさん、行きましょう、本題に。はい。はい、よろしくお願いします。まず、まあ、これ、新潟のサポーターの方もすごく、こう、気になってることだと思うんだけど、まあ、新潟県民もね、いわゆる、この、今の、こう、チーム状況、経営的なですね、チーム状況っていうのは、実際どんな感じなんでしょうか。いや、うなずくだけって言ってたじゃないですか、今。もう、思い切り質問してるじゃん、もう。じゃあ、チーム状況は、やばい、やばくない、まあ、普通。まあ、意外と山を越えた。普通なわけがないし、そんな、うまくいってるところなんて一つもないと思いますよ。うん。その、いわゆるほら、50%5000 人という枠がまた延長されましたよね。その、措置についてはどう思われますか？いや、ですね、まあ、じゃあどうしたら緩和されるのっていうところが分かんないので、うん、なんとも言えないんですよね。もちろん、早くお客さんに入ってもらいたいし、で、見せたいと思ってるんですよ。うん、で、プロ野球とJリーグの試合合わせて、100試合以上やってますよね、うん。で、累計で言うと何十万人お客さん入ってんですかって話になってません？もしかしたら。わかんないや、まあ。正確に計算してないけど。うんうん、そういう中で、一回たりともクラスターと言われるやつは発生したんですかと、うん。してないと思うんですよ。まあ、少なくとも公開はされてないですから、知らない、皆さん知らないと思うし、僕も知らないけど。うん、なので、じゃあそもそもそのスポーツ観戦というのは危険なのどうなのっていうところで言うと、うん、どうなのっていうことが聞きたいんですね。うん、で、それは、じゃあどういうふうに証明したら緩和してくれるのっていうことは政府に問い続けていきたいと思ってますし、うん、当然地域差がある、まあ日本国中に J リーグのクラブっていうのはありますので、感染者数がね、1日300人いる都市というか地域もあれば、0人の地域もあると、うん。で、スタジアムのサイズもね、うちなんか4万2000人ですよと。4万2000分の5000っていうのと、例えば1万5000人分の5000っていうのは全然その、まあ、いわゆる密みたいな状態も違うと。うん、これって、なんで、その、例えば地域差でね、その地域差をつけるにしても何らかのその基準というか方向性っていうのが示されないと、じゃあそれに向かって頑張ろうとかも言えないし、進めないんですね、僕らは。だから言われたからやるみたいな感じで、そんな言ったら我慢してもらってるお客さんにやっぱ何より申し訳立たないし、楽しみにみんなしてくれてるんだから、やっぱりちゃんとね、クラブとしては、それに向かって努力をして、結果を取れたから緩和したんだよ、という流れに持っていきたいと思ってるんですけどね。それが定められないというか、示されないから、わからない。何をしたらいいか。実際、実行委員会等で、そういうチームからの声というのは、J リーグの方には届いていないんでしょうか？届いてると思います。うん、で、まあ、話をしたの、ちょっとしたのが、例えば今、プロ野球と一緒にやってるじゃないですか。はい、何でしたっけ、連絡会議みたいなやつ。はい、連絡会議。で、プロ野球って基本的に全チームが、全球団が何らかの、バックアップを持ってるんですよね。その大きな企業の。はい、例えば、
読売巨人軍だったら読売ですよねと、ソフトバンクホークスだとソフトバンクですよねと、うん、だから、まあ、すごく、雑に言ってしまうと誰かが助けてくれるんですよ、うんうんうん、で大都市にあるわけですよ。で大都市にあるから今基本的に大都市っていうのは発生率が高い、発生数も多い、発生率が高いっていう状態になってると思うので、そこを基準にされてしまうと安全な方向に当然行きますよねと。でとにかく野球は何かがあったとしても誰かが助けてくれるんだから、うん、で、まあ、J リーグのクラブでもそれはいくつかの格差というかがあると思っていて、うん、まあ、親会社と、今あんまり大声で言っていいのかどうなのかちょっと分かんないですけど、で、まあ、なんかしてくれる、最終的に助けてくれるチームっていうのは多くありますよね。でそれ大体都市部ですよね。だから僕らみたいな、まあ、市民クラブというか本当に地域のお客さん皆さんで支え合ってるクラブというのが一番ダメージが大きくて、でさらにうちのようになんだろう入場料収入によってるクラブっていうのはそもそもそれって結構美しいモデルのはずなのに今すごく苦しめられてるなという、のがあるので、誰かみんな分かってほしいなと思ってるんですよ。うん、そこそれは新潟だけの問題じゃなくて、まあ、じゃないと思いますよ、ね、うん、J2、J3 あるいは J1 のチームにもつながっていく話なんで、その部分っていうのをこうなんていうのかな、逆に今ほら無症状者も含めて非常に都市部を中心に今クラスターも起こっている、そうした中でやっぱりなかなかこう受け入れられないというか、ちょっと今の現状に逆行するのではないかっていう考えないようなものがJリーグの方にあるのかな。いや、J リーグは特に、J リーグはむしろ入れたいと思ってくれてるんですよ。で、そういう地方の格差というのも理解してくれてるんですね。ただ、判断してるのはもう政府なので、うん、国のルールとしてダメだと言われたら、うんうん、じゃあ1万人入れますって J リーグは言えないんですよ、やっぱり。レイヤーが政府の方が当然上だから。はい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 。なるほどね。J リーグは分かってくれてます。逆に言うとさ、政府の まあ、基本的に政府は、こういう状況になっても、まあ、GoTo トラベルっていうふうに、言っているのであれば、これ僕の個人的な考えなんだけれども、いわゆる政府のコロナとともに生きるというビジネスモデルを、僕は日本全国で、それを、まあ、ある意味で言うと体現してるのは僕は J リーグだと思ってるわけね。それなのに、逆に、プロ野球と同じ価値基準でそれを、こう、やってくるのはちょっと、政府の言ってることは、なんか僕はすごく GoTo トラベルっていうのは、僕自身の考えは GoTo フットボールなんだよ。GoTo スタジアムなんだよ。GoTo トラベルっていうのは、うん、じゃなくて、言うんだったら GoTo スタジアムなんだよ。それなのになんでこう、政府はそのサッカーをもっともっといろんな意味で守ってくんないのかなっていうのは僕はちょっと不思議でしょうがないのね。ただまあ今だから、ね、だから聞いたのがなんでその地方で格差が作れないんだという質問に対しては、うん、移動してる間が密になるからと、いうことを危惧しているらしいんですよ。移動ということに対して密が起こるでしょと。じゃあ GoTo トラベルってなんでやねんって話になるわけですよ。本当そうだよね。そこはちょっと、いや僕はこれまで本当にあれですよ、外交とかね、防衛関係含めて日本の政府の皆さん、まあ、うんうん、いろんなステークホルダーいるから、なかなか難しいとこあると思うんだけど、よくやってくれてると思ってるんですよ。うんうんうん、ただ今回のこのコロナ問題に関しては、やっぱり、ね、なかなか判断難しいとこもあると思うけど、もう少し、大切なものというか、うん、
もっと言うと、まあ、来年本当にオリンピックあるかどうかって分かんない状態になってしまってますけど、はい、オリンピックやるんだったら、J リーグとかで変な話、練習しとかないとダメでしょっていうのは思うんですね。うん。うん。J リーグの地方からちょっと段階的にさ、拡大して、緩和していって、いい練習になりましたっていうことは言えるんじゃないかなと思うんですね。それぐらいの規模のスポーツイベントを定期的に地方でやってたりとか、日本中でやってるところってないから。うん、とかね。あと、ちょっと僕から伺いたいんですけども、まさにその、移動っていうのはすごく矛盾してるなって思ったんですね。ねえ、まあ、例えば東京は満員電車は間引かないわけですよ。いまだに満員電車そのまま走ってますと。ねえ、まあ、どことは言わないですけども、とあるサッカー場、僕行きましたけども、列に並ぶときは2メートル間隔で開けて並んでくださいとかって言われて、並んでるときは2メートルずつ開けられるのに、バス乗るときは満員のまま発車するって、それなんか意味あんのみたいな。並んでるときは屋外だからむしろ別に2メートル離れてたってあんま意味ないんじゃないのみたいな。中で密な方がよっぽど、うん、リスクあるのにっていうような、やっぱ日本ってそういうこうなんか変なルール作って変に守ってれば OK みたいになりがちじゃないですか。まあでもそれは現場の人たちには判断できないからね。やっぱりルール決められたものを守らなければいけないから、ね、ルール決める人が問題ある問題というかな、その問題意識を持たないと変わっていかないんですよね。それはなかなか、だから移動の中で間引くっていう発想が日本の中で生まれてこないのは、なんか満員電車にこの国は慣れすぎてるのかなっていうのは僕はちょっと思いますし、移動をしっかり間引けよ、うん、なんかそれを言うんだったらしっかり移動も間引けばって思うんですけどね。ね、今ね、そうね、満員電車の矛盾じゃなくて、実際僕は名古屋甲府って車で一人で行ったけれども、やっぱりこう地方の運営の仕方一つ取ってみても全然都市圏とは違うわけですよ。コロナの発生率とか人口の動態とか人口密度とか、つまりその地方は地方の実情に合ったやり方っていうのがあって、つまりそれこそが地域のあなたの町の J リーグなのに、これをこう全て一括りにしてやっているっていう、このやり方をちょっと、つまり全一律でやったって都市みたく出るものは出ちゃうんだよ、ね、今もうどん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 実証大湘南のサッカー部以外にも天理大だいろんなスポーツクラブでも出てるじゃないですか。だからやっぱり人が生きて動いてスポーツをして楽しむっていう動きはもう止められないわけだよ。止めたって出てくるんだから。これだったらばその中でどういうやり方を選択していくかっていう次の段階に入らないと、もうやたら PCR 検査全員しろ、いやそんなのは必要ないとかっていう、そういうレベルで今の日本のメディア動いてるわけだし、いやそうじゃないでしょっていうところにあるのが、僕は J リーグの地方のチームのあり方っていうのをもっと突き詰めていくべきだなっていうふうに僕は思ってるんだけど、その当事者である、まあね、これ長社長はまさしくそこでいろいろ、まあ、葛藤されているというかね、そのいわゆるアルビレックス新潟をどこにこう持っていくのかっていうことで日々苦労されていると思うんですが、どうでしょうか。例えば、その今現状的にキャッシュフローっていう状況っていうのはこうどの程度なのか、かなりもうすでに危機的状況なのか。キャッシュフロー的にはある程度現時点では確保できてます、うん、ということはちょっと、まあこれはサポーターの人たちもまあ一安心というか、去年ほら、去年というか一昨年かな、5億円の赤字累積で、去年が 1.7 億円以上の黒字回復ですよね、収益、売上。いや、まあ、正確に言うと、去年5億円削減しなきゃいけない状態だったんですね。そうだそうだ、うんうん、で、去年の、いわゆる
収益が最終的には、まあ、1.7 億ぐらいの黒字でしたね。うんうん、つまり、まあ、ある意味で言うと、この一つの、あの、負債というか、やっぱ課題を解消した上に積み上げたものがあって、迎えた2020年なわけですよね。うん、だから去年は本当に債務超過が、あの、足音が聞こえていたので、うん、でも何度も言うだけど、あの、なんか助けてくれる、ね、大企業がいるわけじゃないんで、うん、もう自分たちの力で、債務超過になっちゃうと J リーグからバイバイになっちゃうじゃないですか。だからいかにして債務超過から逃れるかと、できるだけ遠いところに足を置くのかという意味でたくさんの利益を作ろうというのはあったんですね、はいはい、ただ一方でやっぱりその今新潟アルビのファンサポーターの皆さんはアルビは J2 にいちゃいけないクラブでしょうという、うん、あのプライドを持ってくれていて、まあ、いい意味でも持ってくれていて、うんうん、だから上がんなきゃいけない上がんなきゃいけないんだけど、去年の、まあ、選手の人件費っていうのはもう実際的には J2 の、9番目とか10番目とかそんなもんなんですよ、はい、だからここから知恵を絞りながらどうやって効率的にあの人件費に回していくのか、あとは人件費を使うのか、あとは、それを効率的に回していくためにどういうクラブにしてするんだよという、うん、まあ、対外的なものも含めてのメッセージをきちんと打ち出すことによって、はい、正しいお金の使われ方ができるようになると思うんですね、うんうんうん、そうすることによってゴールへは、まあ、少しは近づいていくと思うので、あとはチャンスを逃さず、打ち込むだけだと思ってますけど、うん、ただ実際具体的にちょっとこう具体的な話になりますけれども、シーズン始まってから新潟はあの萩原浦和の荻原か、いつもすいません間違えます荻原選手とで、あのね、今日リリースされたけどベルマーレの福田選手、それとあと、ね、ん福田濁らない福田選手、そこ濁ると本人怒るみたいなんで福田、すいません、福田選手は中島選手も取ったよね。つまり J1 から結構こう即戦力と言える選手をシーズン中に3人補強してるって、やっぱこれ新潟すげえなと僕は、こういうコロナ禍で、なんでしょう、そう言ってくれるのはありがたいですけど、まあ、うん、まあ俺と、まあ、GM の玉野の、はい、との中では、やっぱり玉野の作戦の中では、はい、中断期間中の補強というのも軌道修正のためにとても必要になってくるから、うん、はい、そこに予算を取っておく必要はあるんですと。なるほど、ね、そうかと、うんうんうん、だからもともと取ってあっちゃじゃあ取ってあったんですね少し。あーで、まあ、逆に言うと、あとは使わなくていいお金みたいなのも出てきて、うん、もちろん入ってこないお金がたくさんあるけど、もうそれはしょうがないと、はいはいはい、今シーズンに関しては、うん、だから1回というかな、やっぱ毎年毎年こう本当にヒリヒリするような、うん、格好であの昇格を目指すっていうことをやり続けないと、うん、あの本質的に強いチームっていうかクラブになっていかないし、うん、今年はいいやなんて思ってたら一生明るないし、うん、あとは組織がどん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 ぬるくなっていくと思うんですね、はい、だからそういう意味では毎年毎年本気で昇格を目指して戦うと、うん、そこから生まれてくるものがあるからと、であとはあのお金とかそのなんか組織なんかあったらなんとかするから、もうやれるだけやってほしいと、うん、いうことを、まあ、玉野にも、まあ、現場にも言ってます。なるほどね。ってことはつまりそのための原資として積み上げてきたものをあの他に取り崩すんじゃなくて、あくまでも補強のために、まあ、使ったっていうのがこの即戦力の3人の加入っていうふうに捉えて。そうです ね、あの、はい、もうその準備をしてあって、はい、置いたということです。だいたい、まあこれ僕が言うのもおこがましいんですけれども、J2 っていうのはシーズン始まって、あの問題点が、チームの問題点が夏場の疲れた時に、こう一気に出てきた時に、どういう補強できるかっていうのが一つ僕はあの J1 昇格の大きなあの条件だと思っているので、8月に J2 のチームが誰をどう補強するのかっていうのが、僕はシーズン後半を、J2 のシーズン後半を占う大きな
鍵となると思っていたんですが、そういった意味ではもう新潟はある意味でこうセオリー通りに、そうですね、うん、それとても分かってたと思いますし、玉野は、うん、であとは今年の8月は例年の8月と違うんですと、はいはい、まず言っても12試合、うん、だから中盤じゃないんですよね。いつも8月って、まあ、中盤からまあだんだん終盤に足、ね、片足乗っけてる感じだけど、まだ序盤なんですと、うん、残り30試合あるんですよ、うんうん、だから全然慌てる必要ないし、もう一度自分たちがやってきたことやっていくことっていうのをしっかり自信持ってやれば問題ないと思うんですよね。まあでも怪我人がねちょっとやっぱ怖い今年は。いや、それでまず聞きたいのはファビオ選手とロメロ選手どの程度なんでしょうか。教えられたら。俺は言えない。それは言えないですけどね。ロクさん、その話に行く前にちょっとその観客のところで聞きたい話が僕もあるんで、ちょっと先にそっち質問するんですか。はい、どうぞ。そもそも論のところで、ちょっと不勉強で恐縮なんですけど、今チケット自体は5000枚売れてますか。売れてないです。売れてないですか。一番入った大宮の時4700とか800かな。で、通常が3600とか700とかそんな感じかな。はい、その売れてるけど着券率が悪いとかそういうのも含めて、もしちょっと公開できるレベルであれば。着券率はそんな悪く、はい、良いですよ。着券率は当然来る、はい、来たいと思って皆さん買ってるので、うんうんうん、なるほど。その中ででもなかなかそのいつもだったらもっと入ってるところが5000でもやっぱり埋まらないっていう状況があるわけじゃないですか。うん、なかなかでもうち J2 だとダントツで多いと思うからね。うんうん、あ、そうなんですけど、そのやっぱりこうコロナで5000人埋めるのって大変ですか。うん、なかなかやっぱり客足ってそう伸びないもんですか。まあ、心理的な、ね、ハードルっていうのはどうしても出てくると思うし、うちの場合は今シーズンパスのお客さんにも買ってもらっチケット買ってもらってる状態になってるの で早く、なぜならば5000人うちシーズンパスが8600、700ぐらい売れてるから5000人だと全員入れない。だから一旦それは対象外の試合にしなければいけなくて。なるほど。だから、ね、50% 収容とかって話になると2万人ぐらいだから、2万人ちょっとか、4万2000の割るの半分だからね。そうすると、シーズンパスもどうぞ入ってくださいっていう話にできるんで、そういう意味でも早く、緩和をしてほしいというのはあるんですよ。なるほど。お客さんが疲れちゃう、チケット買うのにも。うん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 。なるほど。今までだったらシーズンパスで習慣的に来れてたものが、そうじゃなくなった時点でやっぱり、まあ、あとコロナもありますけど、まあ、そういうもろもろ含めて感染へのハードルが上がってるってことですね。今そのシーズンパス、どうしますかっていうことを皆さんに聞いたんですね。で、実は決めてもらったんだけど、返金、その瞬間にシーズンパス返金してくださいって言った人何パーセントくらいいると思いますか。僕、某クラブで聞いたんですけども、某クラブさんは、まあ、全然なかったって言ってました。1割ちょっとって言ってましたけど、2割いかなかったって言ってたかな、2割弱。どう思いますか、ロッカー先生。僕は。答えてよ。いやいや、シーズンパスを持っている人たちは、全員スタジアムに入れるべきだと思うよ。全員スタジアムに入らないから困ってんです。だから全員スタジアム8000人来て入れろって言われたらどうするんですか。それは入れるべきだよ、新潟の場合は。だってそんなん怒られちゃうじゃないですか、政府から。J リーグに怒られるわけじゃないですからね。日本政府にのルールだから、これは従うしかないんです。なんかそこでのホットラインとかパイプラインっていうか、コロナがないの、社長、政府に直接。ホットラインとかっていう話じゃないでしょ。むちゃ言うな。
や、でもそういうところで決まってるからね、実際世の中なんていうのは。だから今 J リーグはそうやって一生懸命、なるべくいい条件を引き出そうとして頑張ってるところもあるんで、あんまり邪魔したくはないんですよ、うん、邪魔したくはないから J リーグ多分そんな強く言えないと思うんですね。というか、まあ J リーグはやっぱ村井さんの素晴らしいのはプロ野球を引きずり込んで、やっぱりいろんな意味でプロ野球っていうのはその利害構造っていうのは政府とすごく政治力ありますから、ね、あるから政治力あるんで、それをうまくこう使ってやってマネージメントしてたと思うんだけど、ちょっとここへ来てね、その一律にそういう政府の達しが出ちゃったんで、まあ今ちょっと何もできない状態。そうだから、うん、でも一方でなんか何とかしようと思ってくれてるはずなんですよ、うんうん、でもじゃあそれを待ってんじゃなくて、僕らみたいなクラブとして声を上げていかないと、そうだ、ね、何も届かないと思うから、それは伝えていかなきゃいけないなって思ってますよ、うん、やっぱり、邪魔し、あんまり邪魔しないようにね、うん、いやもう十分邪魔ってんじゃなくて、十分その新潟の存在っていうのはすごく J リーグの中で際立ってると思うから、もっとちゃんとしっかりと地域からの情報はね伝えていってもらった方がいいと思うけど、で実際問題、例えばほら5000に近い観客動員って浦和と川崎ついで東京マリノスぐらいじゃん、うん、そうですね。鹿島なんて3000人台だからね、うん、あと名古屋も5000人入ってます。そうだ、名古屋が5000人だよね、はい、うん、だから意外とそのクラブ間でも結構こう温度差があるんだなっていうのは観客動員の見てるとね、えってこう思うところもあるよね。で僕は実際 J クラブのその5000人埋まってる、実際埋まってるチケット担当のところの人の話を聞いたんですけれども、はい、彼らは今5000枚ちゃんと売れてるけれども、この後その解除されて5000人以上になったとしても、5000枚以上売れる気がしないと声を揃えて言ってるんですね。ほう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 。うん。なんか5000、今の半、もうギリギリ、ようやく頑張って5000枚売れたっていう状況らしいんですよ、彼らの手応えからすると。うん、なかなか5000枚以上を今の状況で売っていくのも、それはそれで難しいっていうような、ご意見を。いや、それ多分心理的なハードルだと思っていて、特に今地方の方だと企業でも見に行くなと言われてしまうことがあると、そういう密なところに行くんじゃないと、はいはい、だから行っちゃダメだと言われることがあるっていうのもよく聞きますね、うん、だから大丈夫なんだよ、行って平気なんだよ、見て平気なんだよっていうことをきちんと伝えてあげれば、だいぶお客さんの足も近づいてくるんじゃないかなと思いますけど。なるほどね。確かに。で、先ほどの答え、シーズンチケットの返還は何パーセント？ああ、忘れてたね。5%。5%。うわぁ、すげえ少ない。なんてありがたい。すごいの。で、なんてありがたい。だから、本当に、なんだろうね、よく言うんだけど、例えばスタジアムとかで試合の時とかでよくサポーターと話を毎試合してるんですけども、はい、ね、なんて言うんだろうな、私に何ができるっていうことを聞いてくる、うん、意味わかる、これ私に何ができるって、あと何したらいいって、どうやったらも、うん、同じもの買ってもクラブに1円でも多くお金が入るのとかっていうことを聞いてきてくれたりとかして、自分たちが支えてる、もう自分ごとのクラブというのが、やっぱそれはアルビレックスのこれまで積み上げてきたいい歴史だと思いますよ。うんうんうん、そういう、本当に世界で一番幸せなスタジアムなんじゃないかなと思ってるんで、大勢人抜きでというか、うん、本当に思ってるから、この文化っていうのを大切にして、日本中に自慢していくことによって、日本のスポーツ文化の、まあ一つの、一条になるんじゃないかなっていう思いでね、やってますよ。誇りを持っている。うん、僕もそのすごいそのイメージは新潟に対してありまして、その多分一番最初に日本でなんかそのローカルスターっていうのがなんか
立したクラブが僕は新潟が最初なんじゃないかなと思うんですけど、こう他の県に行ったらその人全然スターじゃないんだけど、新潟県内ではその選手スーパースターっていう選手が新潟にはやっぱずっとこうポコ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 出てくる、そのなんかモデルを最初に作ったのは新潟なのかなっていうのはすごい感じますね。矢野記章まあ矢野記章もそうですしね、今で過去いろいろいたと思いますけど、なんか本当に他の地方では別に有名ではないって言ったら失礼だけど、もう新潟ではもう本当にもうみんなキャーキャー言うみたいな、そういう人はやっぱいますよね、ずっと。だからこれ、まあ、さっきもちょっと話してたんだけど、まあ、例えばね、まあ、去年なんかもそうだけど、2万2000人ぐらい入った試合があったわけですよ。でうちの平均が1万5000弱ぐらいで、 J2 の平均が7500ぐらい、まあ、倍ぐらい入ってますという中で2万2000ぐらいの試合があって、おちょっとじゃあ今日はまあまあ入ったねと、まあ安心して油断してるわけじゃないけど、まあまあ入ってくれたねっていう話をしてたら、ゴールデンウィークなのに2万2000入んないの、なんで4万人なんか普通に入るでしょみたいなことを言われるわけ。でもねと、4万人ってみんな確かにそれ美しい思い出だし、でその時ってビッグスワンができて、でワールドカップやって、で初めての J2 から J1 に昇格するっていうこの3大要素がトントントーンっていうタイミングに来たわけですよ。もうだからこれは奇跡なわけ、ムーブメントの材料としてはこれ以上ない、うん、でじゃあそれ何年前ですかって言ったら、もう15年ぐらい前の話なんだよね。15、6年ぐらい前の話、うん、だから昨日じゃないんだ4万人はと、うん、昨日4万人だったら2万2000しか入んなかったらやっぱりこれしか入んないのって思うかもしれないけど、もう15年前の話なんです皆さんと。じゃあ次の4万人っていうのをどうやって目指していくのかっていうことは、やっぱり何度も言うんだけど、大企業がいるわけじゃないから、みんなで作っていくしかないんだよ。だからみんなで責任持ってこのクラブをもう一度4万人にしようぜということをいつも伝えてます、うん、でそんなにビッグクラブじゃないから今は、新潟下がりで順調に坂を下ってきてるんだからそんなの簡単に V 字回復なんていうのはなかなかね難しいんだけど、それを成し遂げるためにはクラブだけが努力すりゃいいとかチームだけが努力すりゃいいんじゃなくて、この地域全体でメディアもそうだし、サポーターもそうだし、あとはね、小学生の子供たちもそうだし、みんなでアルビを盛り上げてくれれば、で J1 行ってで ACL 行ってアジア出たりとかしたら、もう新潟すげーっつってもっとみんな元気になるでしょって、もっと勉強頑張ろうとかテスト頑張ろうとか思うでしょって、そういういい循環にしていって、やっぱアルビレックスが電気ガス水道アルビレックスっていう地域のインフラになっていく、こういう姿に持っていきたいと思ってます。なるほど、うん、まあその電気ガス水道、まあ、アルビレックスの一つのコンセプトの延長線上としてまあアドビレックスシンガポール新潟で一つのこう成功したビジネスモデルを作ったわけじゃないですか。いわゆる専用スタジアムの周りに、ね、プールや公園や、まあ、スロット場をね作って、まあコロナ禍でいわゆるサッカー以外の収益構造を作らないといけないっていうふうに述べてたけども、そこら辺の具体的な、はい、もうそれはいくつか進んでいて、はい、いくつか進んでいて、ちょっと、はい、まあ、今調整をしているところなんですけど、はい、サッカークラブってなんかやっぱね、サッカースクールでお金を稼ぐとか、うん、入場料収入でお金を稼ぐ、グッズってお金稼ぐってあるけど、もうそういう時代じゃなくなってくると思ってるんですよ、はい、うん、だから例えばこういうね、ウイルスの影響がある中では、おうち時間、ステイホームみたいな感じになったらどうするのって言ったら、やっぱペット欲しくなるよねとか、うん、あとはなんか楽器が欲しくなるよねとか、うん、まあ実際俺がそうだっただけなんですけど、うん、そしたら、アルビレックス新潟ペットショップとか、あとはペットフードとか、うん、何でもいいと思うんですけど、やっちゃいけないルールないよねって思ってて、
まあ、まあ、ペットやるかどうか知りませんけどね、まあ別のことやりますけど、とにかくインプットよりお金の使い方、アウトプットがとても大事で、で最終的にそれが還元されて地域 の力になる、地域の勇気になるっていうことがとても大事なので、うん、あんまりお金の入り方には気にせず、不作法だろうが取りに行くぞと、その代わり、うん、地域に対して必要な、ものだから、うん、このサッカーを通して地域に還元していくんだということを、進めていますので、年内っていうかな、本当は8月9月中に発表できるはずだったんですけど、うん、はい、もうちょっと時間かかるかもしれない。その触りぐらいは発表できますか今？言えません言えません。残念だな。じゃあ今度はそれ発表するときにはまたインタビューよろしくお願いします、はい、確かにこれは楽しみだよね、とっても、うんうん、なんせ僕もシンガポールのスタジアムでは持ってった所持金全部失いましたから、あっという間に。でも持ってった所持金って50ドルぐらいでしょ、100ドルかな100ドルかありがとうございます。いいえ、ね、あっという間だからね、もう僕はギャンブルの才能ないんで。まああれですね、いわゆるこう僕は長い間こう業界で生きてきて、例えばこうメディア、サッカーメディアにいた人がまあチームに行く場合って、その 99% っていうか 90% 以上はもう広報ですよね、チームのね。それが同じこうメディアに一緒にね仕事をしたまあ仲間が突然こうクラブの社長になるというねこれ非常に多分初めてだと思うのね。で僕たちの業界で例えばそのメディアのセンスがありながらもそれ以上に経営者的な資質があるライターって北健一郎とか岩本義弘とか無造無造がいるんだけれども、無造無造って言わないでよ。いやだってそれに比べたらやっぱこれ長社長はすごいなと、スケール感によってインターナショナル界においてねえ、だからそこら辺はこうその一つ一つのなんかプロセスが僕はなんかこうある意味で言うとこうコロナ禍を迎えたのがあらかじめこう是永を新潟に社長にしたのはこの逆境のためにあるんじゃないかぐらいな。もはやコロナがって言いたいだけじゃないですか、それ。すみません、先言われちゃったよ。